どうもゴジラです。はい、どうも坂田です。今回はですね、はい、小宮山治療をしてみたシリーズ。おまたちょっと痛めたんですか。まあ、今回ですね、痛めたわけじゃないですけど、ね、はい、痛めたわけじゃないですけど、僕今ダンクに向けて頑張ってるんですけど、ランニングジャンプがね、はい、まあ、飛べないなっていう悩みがあって、左足踏み切りで右足で飛ぶっていうのが、はい、まあ、バスケで右のレイアップってことじゃないですか、はいはい、だからまあこれが飛びやすいからずっとこれで頑張ってたんですけど、はい、最近立ち幅跳びを測ったら僕右足踏み切りも飛べるんです。なるほどね。ってことはってことは右で踏み切って左手が伸びたら必然的に左手を伸ばさないと。でもあの僕やっぱ肩の屈曲で右の方がこうキュッて上がって左があんまり、なるほど、別に痛くはないんですけど屈曲に制限があるから、はいはい、これをちょっとどうにかしたいな。なるほどね。肩が上がらないっていう方多いと思うんですよ、うん、まあ、僕そんなにね異常なほど上がらないわけじゃないんですけど、うん、まあまあ正常範囲だけど、けどやっぱ右と左と比べたらまあ全然左の方が、うんうん、例えば床に寝転がった時に左手はちょっと床につかない。なるほど。これも直してもらおうかな。いやいやいや、西のカリスマには全然余裕でしょ。西のカリスマは全然余裕だと思う。そのぐらいできないとね、何がカリスマだとちょっと久々すぎてね喋れないんですよ。久々はやっぱアスリートはやってますからね。そういうこともやってます。トレーニングだけじゃないですか。今からコンディショニングやって、そうそうそう、トレーニングやって競技の練習やってって、そうなんです。全部やってるから。全部やらないと。どれかだけっていいわけないから、ね、もうね、36歳アスリートですか。本当三浦和に負けられない、ね、あれでしょ、フィジカルはどんどん上がってってるでしょ。フィジカルはね上がってってますよ、うん、ただ結構自分の天井も見えてきてる感じがするんで、なるほどね。そこをちょっと自分の才能信じて、なるほど。この前ね、ダンクこのぐらいだったから、そう、僕が肩をこう治したら5センチが伸びんじゃないかなっていう、ね、なるほどな。これ期待したいなと了解思いますので、はい、ぜひね、チャンネル登録、高評価を押して続きの動画をご覧ください。それでは行ってみましょう。はい、お願いします。はい、では、見ていきましょうかね。はい、でまだ肩の屈曲なんで、まず評価をやっていくんですけど、はい、ついこうやって上げちゃうと、要は結局肋骨とか、はい、脊柱の伸展とか入るんで、はい、まあ、肋骨こうやって押さえて、はい、それでこう、ドロドロめちゃくちゃ硬い反対側を見ると、こっち結構いきますよね、はい、うん、でもこっちもまあ、完全じゃないです。こうめとってつくぐらいいくので、はい、うん、なんで、あの肩見るとき肋骨をしっかり押さえた状態で見てあげるといいかな。左結構ひどいですね。硬いでしょ。うん、硬い。これが伸びたら5センチ僕伸びる。なるほど。で、まあ屈曲の構成要素で言うと、やっぱこの肩甲上腕関節、肩甲上腕関節ね、肩甲胸郭関節、はい、あと肋骨の可動性、はい、全部組み合わさってなので、まあ一個ずつこう解消していくと変化が見れるので、まあ一個治療したらもう一回見て、一個治療したらもう一回見てって感じでやっていこうかな。まあ今日はね、動画用なんで一個したら治療してます。はい、でまず肩甲上腕関節からいきます、はい、でまあ、肩甲上腕関節っていうか肩関節の基本っていうのはこう球芯を取ることなんですよ。おうおう、肩の球芯を取ってれば痛いも減るし動きも良くなるんで、まあ、それを取っていくと、はい、で大体この脇のこの後ろ後方がタイトになりやすいので、まあ、その辺から攻めていきましょうよ。これね、あの手元を映してくれっていうコメントたまにいただくんですけど、まあ、カメラマンいないんですよね。固定カメラで撮ってるんで、まあ、編集でたまに寄ったりとかはしてくれるんですけど、ちょっと限界ありますっていうのをちょっと先に謝っておきます。すいません。なんかいつかね、こう皆さんに見てもらいながらできる。そうですね、まあ、そういうなんかこうセミナーとかね、企画ができたんですね。ああ、結構痛いですね。今肩甲骨のところから直角と、リリースをしてます。こういう感じ。そう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 。うん。ちょっとね、痛みがあるんですけど、これは広背筋ごとつまんでるんですか。まあそうですね、この脇の下、一下部分の組織を、はい、肩甲骨から引き離してるみたいな感じですね。伝わってます、皆さんここ今内旋して表情する。内旋すると要は骨頭が後方に移動するじゃないですか。はいはい、後方しか硬かったら内旋した時に前に出てくるんですけど、それを上から押さえることで後方組織の伸長になるんですね。なるほど、そこでストレッチさせた状態で、そうそうそう、ただね、こう内外旋で外旋すると前側の組織が伸ばされる、伸ばされる、はい、で挙上することでこの肩甲下のところにこうやって骨頭が入っていくんで、このリリースみたいな。なるほど、うん、でこういう動き、まあ、ちょっとこれ左直してるんで見えないんで、これまた別の動画で、まあ、詳しく、うん、詳しく一つ一つやります。今ちょっとビフォーアフターだけ
見せれればいいかなと思います、はいはい、まず考え方ですね。そうですね、こういう風な手順でやっていくんだな。で今度こう上げた時って骨頭って下に下がらなきゃいけないですか、はい、微速っていうかこっち方向にこう強調すると骨頭が下に行くじゃないですか、はい、でそれを邪魔する組織がこの上腕三頭筋とか小円筋とか大円筋になってるので、そこの筋肉として痛いですけど、まあ、結構気持ちいいですよ。効いてる感じですか、強っぽく言うと。そうですね。でこうするともう結構いきますよね。だいぶ変わりました。で小梅さんは結構この要素が強かったかなっていう感じですね。で次じゃあ、肩甲骨、肩甲骨、はい、横向きになりましょう。全く見えなくなっちゃうけど、次回の動画でちょっとこうまたもったいぶります、はい、僕らもったいぶります、はいはい、でまあ肩甲骨のモビライゼーションって結構皆さんやると思うんですけど、はい、まあ、挙動するときって結構ね、やっぱ上半身必要になるんですよ。で、もう肩をね、耳の近くまでしっかり動かすようにしてください。最大限。そう。本当だったら結構ね、こう入念にやるんですけど、まあ今日このぐらいでやって、今度は、で、挙動して、腕をこう引っ張りながら一緒、肩甲骨を動かす。で、これで120度以降の、肩甲骨の動きを出していくような感じですね。肩の屈曲120度以降でね、はいはい、で最後って内転が入るんですよ。おだからこう上げて内転を外転の場合は内転入らないですね、はい、屈曲の場合が入る。よし、OK、外部意識、うん、もうちょっとね、はい、で今度はあの脊柱の伸展、脊柱の伸展、はい、OK、今度行きましょう。これはあのかの有名な薬脱ぎです。え、それ痛いやつじゃないですか。痛くないです、これは痛くないです薬脱ぎ先生イコールあの痛い、痛いっていうのは失礼ですか。いや痛いやん、痛いやん、痛いやん、全然痛いやん。あ痛い、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 痛くないって。痛いやん。あ、よし、 OK、 もう一回、はい、おー、うん、もう多いですね、いい感じ、うん、だいぶいい。で、まあ、エクストラエクササイズをやっていくとすると、はい、まあ、膝立ててもらってリブゲージアーム両手前に伸ばして、はい、やっぱこの辺は結構肋骨の外旋が強くなるので、肋骨っていうのは大体90度ぐらいからこう一緒に外旋してて、120度ぐらいから動き始めてほしいですよ。なんでこの辺までは肋骨の外旋なく肩って上がってほしいんですけど、先にこう上がっちゃうんで、腰椎の伸展が入ってる証拠なんで、そうすると最終期でもこの可動性なくなるとやっぱ詰まっちゃう。なので息をふーっと吐いて、ある程度肋骨下がってきたら手を上げていきます。その時に肋骨は外旋しないように吐き続けて、腹筋感じながら、もうこれ以上いきませんってなったらちょっと軽くそこで息吸って、でさらに吐きながら肋骨下げて、手を地面の方に近づけていく。そう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 。もう一度吸って、で吐きながら、そう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 。いいですよ。吸って、で吐きながら、ラスト吸って、吐きながら、オッケー、いいですよ。よし、いいですよ。もうほぼほぼ上がるので、立って万歳していきましょう。おお、いいっすね。だいぶ左の方、左の方がってます。うんうん、あとはビフォーアップ。そうですね、ここの距離も近いから、そこ上がってちゃった。そう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 。今日はもうね、簡単に僕の肩が戻って、普通にやってるだけで多分3センチぐらい多分、うんうん、高いところから触れてるし、腰椎の伸展を抑えられるわけじゃないですか、うん、より強く言うと。そうですね、はい、ことにつながってくるから、まあ、それもちゃんと分かってましたよ。さすがです。5センチぐらい高くてくる。そうですね、いうことになるんですよね、はい、なんでまあ今日はそういう、こうビフォーアフターを見せるっていうのと、はい、まあ、どういう手順でやるかやるかっていうところをご紹介してしまいました。そうですね、肩っていうとね、いろいろ要素があるんで、いろんな要素があるんで、まあ屈曲を制限してるのはこういうところを考えられるから、こういう手順だっていう感じで説明してもらったんですけど、はい、まあね、皆さん根元が見たいと。そうです。何なんかこうやってたけどみたいなね。そうです。それも知りたいんで、私だっていう声がもう届いてるのはもうよく分かってます、
そういう人はチャンネル登録して次回以降にそのやり方の動画を出しますので、はい、楽しみに待っていていただけたらと思います、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。